これで全部入りました。これで混ぜていきます。ボンジュー、皆さん元気ですか？今日も楽しい料理を作っていきたいと思います。ということで、今日のフレンチシェフマッサーの料理はですね、日本でね、皆さん大好きな、ね、惣菜部門でも一番売れるらしいですね、ポテトサラダですね。それの原点ともいえるですね、料理があります。サラダのマセドワーヌっていうんですけどね、そのサラダをですね、今日も私風にですね、改良してですね、マヨネーズがちょっと多いとですね、健康的っていうか、少しマヨネーズも減らしてですね、美味しいちょっとサラダを作ってみたいと思います。ということで、今日のお花も宮崎からご紹介します。はい、今日のお花は何でしょうっていうことで、これ散ってますよね。散ってるっていうか、これ何の花でしょうっていうことで、ずっと上を向いていきますと、これですね、オリーブの木ですね。雨の間にですね、花が咲いてしまいまして、そこに今咲いてますが、これがオリーブの花です。雨降ってしまうと上手に実らないんですけど、いっぱい今年は咲いてます。オリーブの花がすごく咲いてます。ということで、今日のお花はオリーブでした。ということで、最後にイチゴのもう綺麗に彩りました。ということで、オリーブの花でした。はい、材料ですね、もちろんポテトサラダですね、じゃがいもですね、それに人参、それからきゅうりですね、それから赤玉ねぎね、ちょっとこれもう僕たくさん今年作ったんでね、できたんで、これをちょっと使ってみたいと思います。それにベーコンですね、それに、ちょっとね、マヨネーズも少しは使いたいと思いますけど、ドレッシングをですね、前にもご紹介してますけど、今日はですね、フランスのですね、ティファールのミキサーを使ってですね、これでちょっと簡単ドレッシングの作り方を作ってみたいと思います。そのドレッシングを使って、ポテトサラダを作ります。今日のね、フレンチドレッシングはですね、今日はサラダ油使いますね、オリーブオイルじゃなしにサラダ油使います。にリンゴ酢ですね、ちょっとサラダに使うんでフルーティーな、それに、フレンチマスタードですね、130cc に大さじ1か2分の1ぐらいですね。それに塩コショウだけです。じゃがいもね、これぐらいの大きさに切ってありますけどね、さっきね、説明したマセドワーヌっていうのは3ミリ角ぐらいにね、切るのかね、こういう風に切った、よ、昔僕も料理始めの頃やらされたなってあれですけど、こういうカットをですね、人参、じゃがいもとかいろいろ切ってですね、これがマセドワーヌっていうんですけどね、これをこういうのを切って使いました。今日はね、こういう大きめでいきます。これをね、レンジで、600ワットでどうだろう、まあ量によりますけどもね、600ワットといつも僕やるんですけど、まあ3分から4分やればいいかなと思います。はい、僕はね、きゅうりいつも掃除の仕方っていうかね、食べするにはこうしておいて、ね、まずここ硬いんで僕はこう必ず取りますね、取ったら、あとね、イボイボの方だけこうね、イボイボだけ取りますね、これにしときます。はい、人参はね、皮むいてね、両端ちょっとね、硬いところ切ってあります。これをですね、半割りにしますね、まずね。そして、今日はですね、ちっちゃな乱切りにしていきたいと思います。これを乱切りにしておきます。野菜の味を噛みしめたポテトサラダにしたいっていうね。ここまで切れるでしょ。ここから半分にして、結構ね、ポテトサラダはね、結構野菜いろいろ処理するのに時間かかりますからね。はい、人参はこれですね。はい、きゅうりもですね、乱切りにします。で、大体人参と同じぐらいのね、こうしていけばね、
はい、入れていきますね。これはですね、軽く塩して、塩ね、軽く揉んで、どうでしょう、 4,5 分ぐらいね放置しておきます。はい、赤玉ねぎですね。これね、何グラムあるんだろう、85グラムありますかね。でもちょっと玉ねぎは今日は多くしてみようかなと思いますけど、半割りにして、まあ50グラムぐらいでもいいんですけどね。今これ新玉ねぎというか新赤玉ねぎなんで、多少厚くても、大丈夫ですね。このままね、生で食べても今ののは大丈夫ですからね。はい、これは軽くこのまま入れてもいいんですけどね。でも少しだけこれもね、塩でちょっと殺すって、日本語で言うと殺すとか言いますけどね、少し塩でですね、少しだけ合わせておいて、あとでね、塩は水分で流しますけど、絞りますけどね。はい、ベーコンね、これハーフサイズのベーコンありましたから、これをね、フライパンにのせてですね、ちょっとカリッとさせましょうね。ちょっとカリッとさせましょう。たまにはね、変わったポテサラもいいでしょう。はい、これはね、何枚 2,4,5 ハーフでね、これはもうこのまま火つけるだけでいいです。はい、じゃがいもですね。じゃがいも 400g ぐらいありますけど、これをこのままをね、僕はルクエでレンジでやってしまいます。これの量だとレンジで 600W で、まあさっき話したようにね、4,5 分ですかね、3,4 分かな、まず3,4分やってみたいと思います。はい、600W でね、4分やりましたけどね、まだ全然硬いですね。これはね、水分、水は入れてないです、全然。はい、あとね、3分ぐらい入れようかな。はい、はい、ポテトですね、ちょうど7分、トータルで7分ですね。これできましたから、なるべく水を切りながらこれで冷ましていきますね。これをちょっと軽く冷まします。はい、ベーコンはね、少しこれ焦げるぐらい、少しね、これぐらい焼けばいいですね。ちょっと焼きすぎたかな。これを冷ましておきます。はい、人参もですね、これもレンジで、600W でどうでしょう。今さっき7分ね、量が多かったですけどね、 400g あったんで、これは 100g ぐらいしかないですからね。はい、キウイですね、3、4分、5分ぐらいやればいいですけどね、水洗いしたらざるにあげて、水をよくね、しっかり切っておきましょう。水をね、しっかり切っておきましょう。この玉ねぎも一緒ですね。玉ねぎも少しで、水分が出てきてですね、例えば塩を抜いてですね、こうよく手で回して、手でこういう風に絞ってから、なるべくこれはね、もう少し絞った方がいいですね、玉ねぎはね。一応これ軽く絞ってますけどね、後でもう一回、絞った方がいいかなというふうに思います。玉ねぎね、これは一回手で軽く絞ったんですけど、もう少し絞った方がいいですから、これね、これ手でずっと動かなんかのがいいんですけど、なるべくならね、こういうふうにして絞って水気を切っていくといいですね。きゅうりの方は、まあ、表面の水が取れてくればいいですね。はい、はい、人参ですね、これで火が入ってますね。これも 水は全然入れてないです。これで、4分やりましたかね。3分半ぐらいでもいいと思いますけどね、まあ、4分でもいいと思います。これも、ね、倒しておきます。はい、ベーコンですね、カリカリにできてますね。ちょっとね、焦げててちょっとね、かっこ悪いですけどね、かっこ悪いなんて言ったら失礼ですけどね。はい、ベーコンさんに失礼かなってということで、はい、ね、これはもう少し小さくしようかな、これぐらいにしましょうかね。まあ適当で、適当でこれぐらいでいいですね。バインダーでですね、これを混ぜるだけなんですけどね、それで、でまずマスタード入れて、これも僕もね、これで作るの初めてなんですけどね、もうこのままお酢入れてね、で塩コショウ軽くしてね、いわゆるフレンチドレッシングですけどね、でこのままもう油も入れちゃいます。
ね、そして混ぜますね。これ気をつけてくださいね、手はね、いつも必ず安全に保って。あ、もう簡単にできますね、これね。要はね、卵を卵黄を入れればこれでマヨネーズになっちゃうわけですね。これで綺麗なね、フレンチトーストできました。はい、このじゃがいもの方はね、少しマッシャーでですね、潰しておきましょうね。少しというか、まあまあ潰してもいいですね。大きいままで合わせてもいいんですけどね、でもやっぱり日本のあのポテトサラダと思うとね、少しは粘りというか潰れた方がね、美味しく感じるんでね、今日はその中間のものを作ろうというね、あまりマヨネーズ使わないで、作りたいということですかね。少し残せるのかな感じにしておきましょうね。はい、マッシャーで潰しただけです。はい、ではね、合わせていきますね。ポテトはね、生高い時に少し、もうね潰してあります。それに、人参も少し軽くね、粗熱が取れてと、ちょっと緩やかなったらですけど、少し生温かい状態ですね。で、これ 100cc 使ってありますけども、このフレンチドレッシングをまず半分入れますね。で、合わせていきますね。卵黄が入ってないわけですよね。卵黄入れればマヨネーズになってしまいますからね。そしたらここにきゅうりと玉ねぎとね、玉ねぎ結構たっぷり結構入りましたね。それにベーコンね、入れます。で、ここにもう一回追加で先の残りのですね、これで使い切るわけですけどね。で、全部入りました。それで混ぜていきます。で、ちょっとマセドアーヌってあの切り方がマセドアーヌ言うんですけどね、これはね世界各国で作られてるんですけど、今日はね日本風にアレンジしながらマヨネーズを使わないで作ってみたいということで作ってみました。ということで、ここで一回味見してですね、もう少し滑らかな欲しいなって時には、まあマヨネーズ少し入れようかなと思います。はい、味見ちょっとしてみますね。ちょっと塩加減とかね、それからどれね、ちょっとだけ始めてみます。あ、これだけで美味しいですね。マヨネーズは入れなくてもいいですね。結構これで美味しいです。はい、これでポテトサラダのフレンチスタイルの出来上がりです。はい、ね、盛り付けました。ちょっとね、ちょっとマウンテン、ね、盛り付けました。先にね、ちょっとミントの葉っぱをね、持っていかがでしょうか。ね、美味しそうに見えたらいいねボタン。またね、チャンネル登録もよろしくお願いしますね。またね、できればベルマークもポチンよろしくお願いします。バイバーイ。はい、味見ね、いただきます。いただきます。ということで、ね、ベーコンちょっともらおうかな。ベーコンちょっと入れて。ね、いただきます。さっぱりして美味しいです。 CT マークキュウリはもう少し小さくても良かったかなと思うんですけどね、こうしつこくなくですね、脂っぽくなくて非常にさっぱりして美味しくできました。皆さんもぜひ作ってみてください。じゃあまたよろしくお願いします。バイバーイ。